ポケットモンスター X パート8始めていきます。ちょっとね、展開がねてんやわんやしていてちょっとつかめないんですが、それぞれのね、そのポケモントレーナーとしての道を再確認したのかな。今このプラターヌというね怪しげな博士の元でいいかい、ポケモン図鑑を埋めるためいろんなところに行けば、さまざまな生き方のポケモン、さまざまな考えの人、さっき聞いたね、これ前回のパートで聞いたな。まあいろんな世界をこう見ろということなのかな。最高のトレーナーか、間違えたな。ダンスだったら自分も最高のトレーナーになれるかも。いや、僕はポケモン図鑑を完成させます。頑張れ。私は思い出作りかな。そうしろ。どれだけ人と違うかが私の価値だと思うの。そういう意味で私メガ進化を使いこなしたい。一緒にメガ進化を使いこなそうぜ。そして明るい未来を一緒に共に過ごそうな、サレナ。じゃあもうここには用はないな。行こうか。さらばだ、ミラノ州。もう行っていいのかな。でね、ポケモンでね、新たなメンバー、ゼニガメのね、ゼニガメのプラターヌを手に入れました。あ、これどうやら性格とかあったね。全然私あれだったわ、チェックしてませんでしたね。どこで見れんの性格。あ、意地っ張りで、ポッポがわんぱく、ポッコは慎重で、真面目なヤナップ。よし、行こうか。とりあえずね、このまま2階に行ってみようか。2階ちょっと見てなかったんでね。2階の怪しげな研究施設を爆破するか。怪しいな、文房が逆さ向いてるな。怪しいな。おい、今研究に役立つツールを開発しているんだ、邪魔をしないでくれ。なかなか手強くてね、完成まで気長に待ってよ。なんだこいつ、怪しいな。しかし子供のこの姿の俺じゃ何もできない。よし、なんだこの青いこの青い光を放っている、これは中に何が入っているんだい。仲良くするには一緒にいるのが一番です。このボールをお使いください。ゴージャスボールを手に入れた。なんだそれ、ゴージャスボールってなんだ。またなんだ、怪しいボールなんじゃないかこれ。危なくて使えないよ。なんかよくわかんないけど、博士はポケモンの進化と変化について研究をなされています。若い頃は新王地方の七かまど博士に指示していろいろ教わったそうですよ。ポケモンにはオスとメス、そして性別不明がいます。ポケモンによってはメスとオスで姿が違っていたりするんですよ。知ってるよそれは。少年、ここにいては危険だ、早く逃げろ。特性と呼ばれる不思議な力が備わっています。特性は戦っている時に効果を発揮したり、連れ歩いていると効果を発揮するものがあります。それもなんとなくわかるよ。洗濯機とかもとあるポケモンの研究に必要なんだって。何をする気だ。電化製品とポケモンの融合を指して、なんだ、巨大電気の電化製品企業会社を作る気か。愛しのポケモンと息を合わせて戦えたら知れちゃうね。まだ明確な証拠がないな。ガサを入れるにはちょっとまだ早いな。
よし、一旦ここは引こう。うん、またね、また後日来る可能性もあるので、一旦引くよ。奇抜すぎる。ではじきに会えるのですね。ええ、博士に選ばれた子供たち、どんな可能性を秘めているのか。はい、あちらに。彼はエテポンゲ君。ちょっとこっちにいらして。ほう、君が博士からポケモン図鑑を。素晴らしい。実に素晴らしいことだよ。選ばれし者だね。勇者だからな。私はフラダリ。輝かしい未来のため、ポケモンのことを。ねえねえよ。プラターヌ博士からいろいろ教わっています。お、君が持っている、それはホロキャスター。情報は大事ですからね。君も活用してください。いいかね。この世界はもっと良くならないといけない。そのため、選ばれた人間とポケモンは、世界をより良くするために努力せねばならないのです。ではプラターヌ博士によろしくお伝えください。我は求めん、さらなる美しい世界を。なんじゃこいつ。何？それにしてもフラダリさんの望む美しい世界ってどんな世界かしら。月の目計画とかそういう類だよ。あれはこの広いカロス地方にはいろんなポケモンがいるの。ポケモン図鑑がそれを知るためのきっかけになると嬉しいわね。そうだな、お前も騙されるんじゃないぜ、変なやつにな。あ、間違えた、もうダメ、二度押しは良くない。あ、もうみんな降りてきたな。あ、エテピ、サナ、気になるところがあるの。というわけでまた後でね。後でな、メールしてくれ。話したいことがあるの。カフェソレイユで待っているわ。お隣さんの、なんだ、デートか。デートにも誘われたな、今。すぐ行くよ。セレナさんの話って一体何なんでしょう。ホロキャスターではダメなんでしょうか。秘密っぽいけど、なんだろうね。ひえ、それを聞くのは野暮だぜ。気になるけど知らないふりをしておいた方が良さそうだらしい。エテピー、カボクタウンに向かうなら研究所を出て左に曲がって進むといいよ。さっきのカフェソレイユもそちらにあるからね。左側だな。オッケー、ナイス情報ありがとうよ、フェルナンドとメガネ君。じゃな。出て左。うん、ミアレが広いと言っても大通りを歩いていれば大丈夫ですよ。僕はちょっと散歩、ぶらりぶらぶら散歩道だね。ひぃ、行ってこいよかったよね。古木タウンもカフェソレイユもこっちですよ。サンキューな、道案内してくれて。オッケー、行く。これは何？音声ガイド、あ、さっきのね、ゴーゴーシャトル。まあこれは安全点検中なんでね。なんすかあんたら。あなたせっかくだからトレーナープロも取りなさいよ。私はいいのよ、みんなのプロも見るだけで満足よ。そうか。さな、エテピー、ここがトレーナープロモを作れる、その名もトレーナープロモスタジオ。自分のプロモーションビデオを作れるなんて夢みたい。お任せで簡単撮影もこだわった編集もできるの。10秒に込めた思いっす、世界に届けちゃおう。なんだそれは。ちょっと行ってみようか。行ってみよう。こんにちは、どうぞこちらへ。ようこそ、初めてのトレーナーさん。ここはトレーナープロモスタジオ。あなたの素晴らしさを10秒のフィルムに込めてアピールできますよ。あっという間に終わりますし、ちょっと撮ってみませんか。撮る。うん、OK、 すぐにお撮りしますよ。どんな雰囲気にしましょう。かっこよくて。はい、お願いします。はい、そこに立って。あ、いいね、めっちゃかっこいい、男らしい。
お疲れ様、いい感じ撮れましたね。何が撮れたの？行くぜ。エテポンゲ、エテポンゲ。声援か今のは。エテポンゲをよろしく。行きます。なるほどね。そういうのもあるんだね。うん。うん、まあまあまあ、また来るよ。今のトレーナープロモを PSS からみんなにも、うん、まあまあいいけどね、うん、なんかよくわかんないけど、はい、お願いします。中入っていいかな。あなたは一体、あんた結構いい線いってるじゃん。目が白黒しちゃったじゃん、目が白黒しちゃったじゃん。あんたこれ持っていきな。レンズケースを手に入れた。何それ？いろんな色のコンタクトレンズが入ってんの。ちょいとつけてみれば瞳の色が変わるってわけ。コンタクトレンズを交換するならフィッティングルームだね。了解した。なんだ、いいものくれたね。目の色を変えれるアイテムももらいましたね。私はイケてるトレーナーさんを毎日ここで待ってるのです。待たせたな、お姉さん。カロス地方一イケてるポケモントレーナーエテポンゲだぜ。よし、君イケてるトレーナーとして自信があったらさ、受付のお姉さんと話してみなよ。話したよ、もう話した話したもん。これ何、左もあるの？左もあるね。何、左は。ここはトレーナープロモのためにメイクをしちゃうところ。メイクをしたいときは私に話しかけちゃって。はい。けどもう取っちゃったよ。フェイスシール。熱い涙。いや、これでいい。あ、やめるんじゃなくてさ、以上でいいってことなんだけど。うん、全体じゃあ。そばかす。これでいい。熱い涙もついてるじゃないか。熱い涙もしっかりついてるじゃないか。まあまあいいけど、まあ構わんけどよ。あ、もう取らもう取らないよ。あ、もう取る時だけなんだ、このメイクしてくれるのは。まあまたね、取る機会があったらね、ちょっとちゃんとね、そのメイクしてここで着替えてやろうかな。エテポンギはパソコンのスイッチを入れた。どこのパソコンに接続して通信をしますか？ちょっと Google に接続して YouTube を見ようかな。見れないな。誰かのパソコン。あー、これポケモンのあれだな。で、博士のパソコンは評価。うん、まあまあまあいいか。まだいいな。特に今、引き出したり預けたりする、あれもないからな。ほんとだ。ピカチュウだけだ。ちょっとやばいな、これ。探索、その街を探索パートだけで、ちょっと、いっぱいパート使っちゃいそうだから。ね、極力、ポケセンは言っとくべきだな、ポケセンは。ね、早く先にポケモンセンター行って、そのセレナが待ってるんでね。オンにしていてもらえる経験値は、相手を倒したポケモンがもらえる経験値の半分なんだって。半分入るんだ。結構いいよね。あってすごいよね。いろいろあってすごいよね。でねポケモンが強くなると新しい技を覚えるでしょ。そうするとどんな技か見たくて戦っちゃうんだ。
よし、ちょっと回復してくれ姉さん。はい、お願いします。4匹になったからね。うん、タイプもバラバラでいい感じだな。ありがとう。よし、あ、これがポケマイルポイントに詳しいおじさまだな。ちょっと聞こうか。あ、不思議な飴とかもらえんの？まあ何かしらね、貯めて交換できると。パソコンに自動…あ、知ってるよ、それは知ってる。科学の力ってすげえ。あ、まだジム倒してないから特に変わりはないんだな。こっちも一緒かな。こっちはね、ドーピングアイテムじゃないな、技マシンだな。つるまいとかあるじゃん。虫の抵抗、地ならし、ちょっと高すぎて手が出ない。ちょっとお金貯めたらまた技マシン買いに来よう。よし、カフェカフェカフェソレイユに行かなきゃ。カフェソレイユ、こういう間とかもね、いろいろ入っていきたいんだけど、ちょっと迷子になっちゃう可能性が。メガネくん、あれ、もうカフェには行かれたのですか？行ってねえよ、まだ。カフェソレイユないから。あれだな、セレナ、待たせたな、すまん。ちょっといい？おい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 、ちょっとまだ心の準備ができてないぜ。フラダリさん、フラダリさんと、もしかしてカルネさん？あのね、お隣さん、フラダリさんはホロキャスターって映像データの受信装置を作ったフラダリラボのトップで、カルネさんは知ってるでしょ？世界的にすごい人気の大女優さんだもの。でもどういう組み合わせかしら。あなたのデビュー作での少女の演技素晴らしかった。いつまでも若い役を演じたいと思いませんか？おかしな質問ね。若さイコール美しさとは限らないし、何でも変わるものよ。おばあちゃんになったらそれを楽しみつつ演技したいわ。いつまでも美しい、美しくあるのが女優として選ばれたあなたの責任なのでは？私なら世界を永遠のものとして、永遠のものとして、全ての美しさをいつまでも保つかもしれない。世界が醜く変わっていくのは耐えられません。おや、エテポンゲ君、こちらカロスが誇る大女優のカルネさんだ。その演技で多くの人を感動させている。つまり自分以外の誰かを幸せにするために生きている。ああ、みんなそのように生きれば世界は美しいのに。では失礼します。怪しいな。待て、待つんだ。あなたたちは？私はセレナで、こちらはエテポンゲね。さっき聞こえたもの、二人とも素敵な名前。それになんて素敵なポケモンなの。私もポケモン育ててるの。いつか勝負しましょうね。女優さん、大女優さん、なんか展開がもう急展開だな。ポケモントレーナー同士ならみんなと戦えるんだ。そうだ、お隣さんに一言。お隣さんに一言って何？あ、家がお隣だから。さっきからお隣さん、お隣さんってちょっと意味が分かんなかったんだよね。あなたと私でどっちが強くなるか競争しない？あなたは浅めに来たばかりで旅立ったけれど、お隣さんだし競い合うのも面白いでしょ。もっとも私負けないけどね。その代わり勝ったらな、わかってるだろうな。
なあ。うん、なるほどね。太陽のようになればみんなに感謝されるわよ。ポケモンソルロックのことは言わないのが花なのよ。なんかよくわかんないけど、まあまあこれでなんかフラグが立ったのかな。これでもう出発していいフラグが立ったんだろうな。もうメガネ君もいなくなってるしね。あの人なんて名前だっけ。ジョイだよね。見えないよ。うん、まあまあまあいいや。ホログラムメールを受信した。なんすかなんすか、もう急展開すぎる。ティエルノ、ねえねえ、今5番道路にいるんだ。なんかね、野生のポケモンがすごいんだよ。早く見においでよ。違う、今のはヒーヤーのやつだ。普通に読んじゃった。5番道路、今ここで上に向かったら多分これ5番道路なんだろうな。14番道路になってるよ。13番、こっちだけどな。見れん、上に行ったらクノエシティ。さっき話聞いてた時は5番、あ違うな、これだから今ここでいいのかな。で、ここ5番、ここ出たら5番道路なのかな、多分。ちょっとわかんないけど、一旦ね、次はここを出てからスタートさせよう。うん。ではね、一旦ここで動画切りたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。